どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんにお届けしていきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、名古屋駅の地下街エスカにあります、こちら名古屋名物のあの手羽先の唐揚げを味わうことができるこちらの風来坊さんにお邪魔いたしました。ぜひとも最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。こちらの風来坊さんは昭和30年代に手羽先を考案した元祖の流れを汲むお店として知られています。肉厚でジューシーな身とやや甘めのタレが特徴的で、地元でもファンが多いお店です。今回は風来坊さんにお邪魔しまして、名古屋名物を食べ尽くそうということで、まずこの自慢の手羽先の唐揚げと、さらには名古屋コーチンを使っているこの味噌串カツ、そしてさらには濃厚な味噌が特徴的なこの土手煮を注文しました。このビールととてもよく合いそうですよね。まずはビールから一口いただいていきます。やっぱりビールはとても美味しいですよね。さあ早速自慢の手羽先の唐揚げを食べていきましょう。風来坊さんでは肉質のジューシーさを残し、表面はパリッと2度揚げているのが特徴的です。さらに熟成タレを隙間なく塗りつけていて、特選塩コショウで仕上げて最後にごまを振っています。久しぶりに風来坊さんの手羽先の唐揚げをいただきましたけれども、何とも言ってもやっぱこの肉厚ジューシーさ、さらにはこの甘だれのこのタレが何とも言えないです。非常にこれはビールが進んでしまうこと間違いなしだと思います。そして今回は同じく名古屋名物と言われているこの味噌串カツも注文しました。一口いただいていきましょう。味噌がとても濃厚で、さらに中のお肉もとても肉厚があって食べ応えがありました。そしてお次はこちらの土手煮を食べていきたいと思います。こちらも同じく名古屋名物の土手煮でございます。名古屋人であればもうこれは好きな人が多いんではないでしょうかと言われている郷土料理です。一口いただきますと、赤味噌で煮込んだ柔らかい筋肉がもうなんとも絶品です。辛いものが好きな人はぜひ卓上に一味唐辛子が置いてありますので、この土手煮にかけて食べてみてください。濃厚な赤味噌にさらにこのピリ辛を加えることによって、よりビールが進むことを間違いなしだと思います。ぜひこちらの風来坊さんに足を運んでいただき、今日紹介した名古屋名物を堪能してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!